自民党県連は衆議院静岡5区の支部長に細野豪志衆議院議員を充てる方向で本格的な調整を進めていることが分かりました。静岡5区をめぐっては去年吉川赳衆議院議員が自民党を離党したことで支部長が不在となり、県連会長の木内稔衆議院議員が代行を務めています。自民党県連の拉致厚幸幹事長は3月の記者会見で、5月末の県連大会では新たな形を示したいとしていました。県連幹部などによりますと、県連大会までに5区支部長に細野議員を選出したいとする動きがある一方、慎重な手続きを求める声もあるということです。県連幹部が近く5区支部内で協議し方針を決める予定です。